朝はだいたい9時ぐらいに来て店を開けるんだけど、オープンするんだけど、その日1日分の餃子を仕込んだり。次はちょっと食材としてお見せできないんですけど、このごま油に、もう一つスパイスを、食材を加えます。小さい時からおばあちゃんの作る唐揚げとか餃子とかラーメンとかを食べてたから、やっぱりそれが好きだったし、そういう食べ物を作りたいと思う時もたくさんあった。僕はこの店をする前は、天文カンパニーにいた。そして、その前は、おばあさんの店を手伝っていた。おばあさんの店は、大阪にあって、大阪 の中華料理のお店をしていた。
そげん、結局これからどこで頑張っていくかを考えたときに、やっぱり僕は日本中国の食べ物も好きだけど、でも昔僕の家がホームステイをしてたので、外国の人たちとコミュニケーションを取れる場所があれば、そこでこういうレストランをしたいなとは思ってた、だから この場所にこの場所を見つけた時に、ここだったらたくさん留学生がいるので、その人たちとコミュニケーションをして、そして僕のおばあちゃんが作ってた料理をそういう人たちに提供したいなと思った、難しいと思う、つまり、日本はすごく便利な国なので、例えば24時間レストランもたくさんあるし、そしてどこでも、美味しい店はあるから、やっぱり自分のオリジナルの、なんていうの、自分の店だけの美味しいを作って、たくさんの人に提供しないといけないので、だからそういうところがすごく難しい。じゃあ、ほとんど留学生ね。もし留学生がいなくなったら、もうちょっと無理。本当にできないと思う。だから、もし留学生がいなかったら、日本のじゃあ大学生はどうしてるかというと、バスが、毎日バスが5分ごとに来るでしょ。じゃあみんなバスに乗って駅まで行く、駅まで多分5分、バスで5分で行けるから、だから駅のレストランより美味しいものをたくさん置いてないとここには寄ってくれない、といつも思う、それはすごく難しい、駅のレストランももっと美味しいものを作るのはめっちゃ難しい、だから今ちょっと研究してる、はい、すいません、お待たせしました。マネージャーのランですね。はい、失礼します。はい、すいません。感覚がやっぱり全然違うから、だから日本の人よりも自分の気持ちをちゃんと話してくれる人が多いと思う、だから僕もどちらかといえばストレートな性格なので、だからそういう意味ではすごく話しやすい、例えば日本人と話してたら僕はいつも相手の気持ちを考えるから、だから本当のことは言わないの、っていう時はよくある、そうそう、もしかしたら僕が本当のことを話したら彼は面白くないかもしれないと思ったら本当の話をしない、そういうのがあるのだけど、でも留学生とかだとあまり気を使わないで、なんていうのかな、フランクで話せるので、そういう部分はすごく、なんていうの、僕も日本人じゃなくて外国の人みたいな考え方になったのかなと思う、ありがとうございました。それはこの、そうそうそう、あ、またね。